ライネルどれ？うわぁ。超狙ってんじゃん。何こんなところまで狙うの？こんだけだよ。おおはようございます。よく眠れましたか？それでは行ってらっしゃいませ。ほい。寝てるの？寝てるよね。あれ？あ、すげえ、人がちゃんと寝よるベッドに。起こす。なんだい、今夜の月の研究に備えて寝たのだが。今夜の月は？この胸騒ぎ。今夜は何かが起こりそうな気がする。他に聞きたいことは？大丈夫。寝てていいよ、火花ガンさん。さあ、ということで、武器。まあ、しょぼいけど、ないよりはマシかな。まあ、騎士の槍があったけんね。まあ、若干マシかな。っていう感じ。さ、それじゃあちょっと、撮影した。それじゃあちょっと、神獣バルッタ。さあ、行くかな。ネズヨマの祠。またね、ライネル。どうやら行けるかな？っていうか、あれじゃない？今晩の月が、まあ、もしかしたら、火花ガンさんの言うことによれば、今夜胸騒ぎがするらしいから、多分、赤い月になると思うよね。だとしたら、赤い月になったら、またその辺の武器とか復活するんじゃない？ね、コメント欄で書いてくれとったけど、モンスター、今まで倒したモンスターだけじゃなくって、今まで取ったフィールド上の武器とかそういうのも、復活しますよって書いてくれとったけん。この辺はリトバン親子に任せてあるので、私がしゃしゃり出るまでもないぞら。さて、リンク様、私にご用ぞら。大丈夫。では。ふん、ふん、この人は何を？これはこれはハイリアの。ドレファン王の話を聞いてくれててありますね。そんなわけで、我らがゾーラの里はルッタのせいで他にも被害が出ておるのです。なので、あれですし、風紀と共に里を修繕してあるのです。里を修繕しておるのですが、材料が底をつきそうでして。材料、何かを取ってこいと？ええ、修繕には大量の夜光石が必要なのであります。この辺りだと、ゾラ大地でよく取れるのですが、あなたひょっとして旅先ですでに夜光石を手に入れてはないですか？とりあえず10個あれば助かるんですが。夜光石収集。私何個持ってたかな？ 10 個やろ？夜光石、夜光石、夜光石売り飛ばしたかな、もしや。売り飛ばした可能性はあるよね、大いに。夜光、あと二つ。ゾラ大地ってどこっすか？ゾラ大地ってどこっすか？あ、もしかして聞いたら教えてくれる？夜光石って。夜光石とはこのゾーラの里を形成する資材の一つであります。昔ゾラ大地で夜光石がよく取れたことから、この地にゾーラの里ができた。という話であります。他、風紀。風紀と私、レトーガンは、ルスーリシオンの弟子であります。私と風紀はいつも、工房で修行に励んでおるのですが、里の修繕も修行のうち、と師匠に言われ、現在に至っておるのであります。なるほどね。はい、それでは。なんか心優しいね。ああやって忙しく修繕している途中で私がすげえ邪魔して、話しかけまくってんのにさ、みたいな。なんかすげえ爽やかな感じで返してくれるやん。めっちゃいい人やわ。あれは何？敵かな？かもしれない。お。は。この丸がいつも気になるんよね。一体何なんやろ。この辺の岩が別に。あ、もしかしてさ。なんか、ここだけ隙間空いてない？ここに、岩を持ってきたら何かというか、きっとコログの妖精が出てくるとか、そういうことじゃない？これ。ほら、きっとそうだわ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なるほど、そういうことね。って勝手に私、ちょっと、結論付けたけど。ほら、来た。イェーイ。う
わ、見つかった。ありがとう。またねー。ほら、そういうことよ。なんかすげえバランス悪いけどね。すげえバランス悪いけどね。あっち側にも何かありそうな気がするけど、ないんかな。なんかカエルがめっちゃおる。はぁ、あ。えい。ち、何も浮かんでこないか。ゴーゴーハスの実。ね、あっこ見たことないやつかな。見たことあるかな。よし。もうとりあえず陸地に上がろうか、こっちの。はい。あ、普通に来たとこかもしれん。ゾーラ氏第3章、ゾーラの鎧伝説。あ、見てないや。ゾーラ王ドレファン、これに記す。遥か昔、ゾーラの里に戦べたの王がいたという。王には武芸の才はなかったが、王妃はそんな王を愛しておった。ある時、魔物の大軍が、ドボン山脈に集まりつつあるとの方が王の元に届いた。ドボン山脈。王は民を守るため、草に出ることを決意したが、王妃は戦べたの王を大変心配した。そこで王妃は、自身の鱗を王の鎧に編み込み、その無事を祈ったという。戦はゾーラの優勢に進み、そのまま無事に終わるかと思われた。え？しかし、一瞬の隙をついて、リザルフォスの将が巧みに切り込み、王は瞬く間に追い詰められてしまった。リザルフォスがとろめの剣を振り上げた瞬間、その奇跡は起きた。王の鎧の一部が鋭く光り、目をくらまされたのだ。ん？目をくらまされたリザルフォスの動きが一瞬止まったのだ。王はその隙を逃さず、横投げにリザルフォスの喉元を切り裂いたという。それは王の鎧に編み込まれた王妃の、女性特有の真っ白な鱗が夕日を反射させた奇跡だった。この逸話から王家では将来の婿の無事を祈って、鎧を贈る儀が行われるようになったという。実際に反射してくれるわけではないんかな、別に。お、これは、赤い月じゃない。赤い月じゃない、これ。ぽいよね。怪しい空気になってきたよ。もう夜11時50分やし。あー、来た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 。この不気味な感じ嫌いやわー、私。ね。おー、来た。また、赤き月の時が来ます。あー、みんな復活していく。これって強化されて復活しよう。別に全然関係ないんかな。普通にそのままの状態で復活、まあ、とりあえずこれで。さあ、あっこだな。行こう。この辺流れ早いけんな。やっぱ一体向こう行った方がいいね。一旦ちょっとまっすぐ向こう向いて泳いで行って。進んでるこれ。微妙に進みよんか。微妙すぎん。え、微妙すぎん。大丈夫、たどり着けるこれ。あー、ライネル怖いね。ライネル怖いね。ここを登ればいいんかな。よいしょ。はい。あれ、気づかれんようにさ、なんか周りの木にいっぱい刺さっとったやんか。気づかれんようにあれを取るのがいいんじゃない？一番はね。そりゃ、戦って倒せるんなら、倒せるに越したことはないんだけど、あれか。登ってちょっと行ったらもうライネルのとこやったっけ？怖いわー。え、今さ、今はその雷の矢は一体どれぐらい？三本。電気の矢か。雷の矢じゃなくて。電気の矢。その辺刺さってないかな。なんか確かさ、ライネルのところにたどり着くまでの間にも、何気に電気の矢何本か刺さったよね。それだけじゃ集まらんのかな。まあ集まらんか。集まらんか。ほら、多分もうそろそろ。おい、そこの狐や。逃げる。ここに今一本あった。ここに二本あって。
て、他はもうない？なるべくこの辺で集めたいけど。だってこれってさ、ライネルが撃った後ってことやろ？すげえ怖いやん。めっちゃ形跡あるやん、なんか。もう多分この上に上がったらライネル。ん？これは？ただの光か。あ、もうないのか。あっち側にライネルおったけんさ、なんかこっちからちょっと上がっていくとか。崖湿っとるけん無理かな。落ちる？てか雨降ってきたし。どういうことやねん。速攻で見つかるかな。ちょ、強い武器身につけとこう。ま、強いって言っても、騎士の剣ぐらいか。もうこれ上がったらさ、イノシシやった、びっくりしためっちゃびっくりしたんやけど今。そこに電気の矢が一本刺さっている。あー、おるよライネル。これさ、ちょっとあの写し絵を頼まれとってやん、ライネルを写してみたいな。けんちょっとどう？ズーム。ライネル。オッケー、保存する。一応、ほら、新種を図鑑に登録します、ライネル。ちゃんと写せた。で、これさ、周りとかに、あ、これあるんやない。ほら。ちょ、この木を登って。はい、電気の矢。そして、傷。どこにおるんやろライネル。ちょっと姿が見えんのは姿が見えんですげえ怖いんやけど。え、どこ行った？あんなところにおる。あれ、あんなとこにおる。気づかれんように頑張っていこうかな、ちょっと。はい、一本ゲット。そして、あそこの木の根元にもあるね。どの辺から気づくんかな、あれ。あ、怖い怖い、なんかすげえ怖い。多少行っても大丈夫かな。よいしょ、電気の矢。はい、この鳥の旅立つ音とかさ、そういうので気づきそうなもんやけど気づかんのかな。ここにも電気の矢。お、なんかいっぱいあるやん。うわ、なんかハテナってなった。気づかないで、気づかないで。こっちにゆっくり向かってきよるね。こっちにゆっくり向かってきよるね。今何本？12本。あと8本か。あと8本？とりあえず、電気の矢も20本やけん、あと8本。あと8本ちょっと、ライネルに気づかれんように。あの辺にもあるよね。なんか向かってきよらん？はてなってなった。多分ね、水のバシャバシャ言う音が聞こえようやと思うよね。怖いわ。めっちゃハテナなっとる。でもこれ結構さ、見つかった途端に電気の矢でやられるけんね。あ、もうハテナすら出てない。上の方行こう。バレた？バレてない？やば、バレとる、バレとる。あ、てかあれやん。あのさ、ちょ待って、とりあえず回復するんやけど。あ、これこれこれ。カチコチ串焼き機能、これで防御力上がるよね。
やめてよ。どう、この辺まで来るの、あれ。あれ。防御力アップはいいんやけど、すげえ減ったよ、体力。串焼き魚。でも、ここまで来たら、ライネル、どれ？うわぁ。超狙ってんじゃん。なに、こんなところまで狙うの？こんだけだよ。え、どこからどこからどこから怖いんですけど。え、どこから狙ってんの？え、ライネルどこにいんの？しかもここもう絶対ダメなとこだし。ちょ、待って、一旦下降りるね。一旦下降りるね、危な。ここまたライネルのとこ？違うか、もうちょっと向こうか。よし、ちょっとここで。よいしょ。この上かな、ライネルのとこは。とりあえず、肉おにぎり。肉おにぎりと写し絵はもういらんけん。ビタロック。あと8本やろ？多分もうちょっとで集まるんじゃないかなと思うんやけどなぁ。ねん。結構すげえ遠くまで狙ってくるんやね。めっちゃビビるんやけど。すげえビビるんだけど。どんだけなのって感じ。あんなところに。これは、やっぱりあっち側かなぁ。気づいてないよね。気づいてないっていうか、どこにいるかわかんねえわ。あの岩の陰におるんか。これであっちの方に確かまだ取れてない電気の矢があったと思うんやけど、あの岩の陰に入っていったらちょっと行こうか。すげえ、向こうの岩の陰にちょっと隠れるよ。はい、岩の、ああ、向こうの岩の影に隠れたらちょっと出ていこうかな。早くちょっと動いてくれ。こっち向かってくる感じ。あそこのね、電気の絵が撮りたいんやけど、私。どこやっけ？ここか。あと8本。あと8本の道のり。遠いなぁ。ねえ、遠いね。ここから急に難しくなるんじゃない？なんか。だってどこまでも追いかけてくるやん、なんか。どんだけ私に恨みがあるんだよっていうぐらいさ。気づいたわ。うわっ！ちょっと待って。ビタロック。そう、ビタロック。これを、あ、そっちを向かせてくれることもないのね。くそ。じゃ、正面からもう一回行ってみようか。リトライ。あ、そうか、ここからか。ここからか、くそ。ビタロックがこれ使えるとしたら、まだ全然使えるところじゃないな。超近くにいるんだけど。ビタロック使えないの？これ。使えねえ。
そう。それで。すげえ、わけのわからない動きを。くそ。あ、でもな、でもなって。でもなんか受けるダメージが減っとる？もしや。やっぱりこの、防御アップしとるよね、今。これやっぱ効果あるんだな。どうしよう、55薬はいいか。力煮込み、あ、力煮込みで攻撃力もアップ。同時にできる？防御力アップなくなったんだけど。どっちかしか無理なんかい。それ先に言ってよはい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。